皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。当チャンネルは釣り車中泊や DIY 関連の動画を中心にアップさせてもらっています。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は舞鶴から出船してマイカを狙います。出船は17時、潮は小潮、天気は快晴で北に向かいました。お盆ぐらいから天気が不安定で各所で豪雨が発生していましたが、皆さんご無事だったでしょうか。今日はいい天気で波もない予報。イカにとっては釣り日和ですが、ここ最近サメとサゴシが回遊し始めているようで、すってがボロボロになったり仕掛けを切られたり釣れたイカを食べられたりと嫌な季節に入ってきました。連日竿頭で7杯程度が続いており厳しいようです。それでは釣りスタートします。上はすごい橋行くけど、下は全然行ってへんのちゃう。これ絡んで上がってくるかもしれんな。これついてるついてる、なんかついてるでー。よいしょよいしょよいしょ、なんかいますぜ。あ、3つもついてるわ。そら重いわ。チャリコ祭りじゃー。はい、行こう。はい、2つ目。はい、3つ。全部チーやな。あ、これだけマーやわ。
まだ1台1台じゃーや。よっしゃーや。さあ、おもり具、餌巻きでやりましょうか。いや、こっちやな。イワシやな、カタクチやろな。魚じゃ、うん、何やろうな。あ、でもなんか、うん、あ、魚っぽいな。うん、これ両方餌巻き。上やな。下をもうちょっと短くせなあかんな。うん、バレたな。あ、バレとるな。魚やったんやろな。バレとるな。いや、外れたな。また同じぐらいやな、やっぱり40ぐらいで来よんな。あんな外れへんでしょ。ベートやな。
ルフは何やろ、かっこいいな。よいしょい。だよ。ほら。これ行ったよ。35ぐらいだな。35メーターぐらいやったら、ずっとなんか当たってたの。これやな。そんだな。それでは釣果ですが、厳しい最後になりました。マイカ3倍。魚はポロポロでした。ベイトが多すぎるとイカは吸って耳向きもしなくなると以前別の船長が言ってたのを思い出しました。今年もマイカ終了で、来月からはアオリイカを狙っていこうと思います。明石に飲ませやタチウオも予定が入っていますので、また釣りに行った後は早めにアップさせてもらい、その時々の状況をお伝えしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。